ライフライフライ。これで、じゃあちょっとシート調整をして、はい、これくるくる回すのもついてるんですか。あ、これ上と下にやるのか。上下にする。ああ、こう、はい。3つのモードがあるので、はい、そのモードはここで変えられます。うん。基本はスポーツに入るので、はい、左上に、あ、これですね、はい、ここに出てます。で、その下の四角に今ギアがいくつに入ってるかっていうのが表示されます。ここを押してもらうとコンフォート、はい、スポーツモードプラスアルファ、周りのメーターの色も変わります。あ、僕の車の色とかも変わります。コンフォートは黄色っぽくてスポーツは赤です、はい、プラスアルはもう全部赤くなるっていう感じです。あ、すごいな、はい、全然やっぱ違うもんですか。そうですね、結構違いますね。コンフォートとスポーツなんか結構大きく違って、あ、まあね、こういう車だとやっぱあれですもんね、スポーツモードとかね、その本当プラスモードみたいなのが面白いですもんね。そうですね、うん、サイドブレーキが電子になってるので、はい、右下に表示が出てるので、あ、こちらですね、はい、不思議ですね、なんか そうですね、このね、マニュアルミッションでこの、ね、サイドブレーキが電子式ってね、はい、分かりました。じゃあちょっとお願いします。わかりました。はい、そしたらエンジンのかけ方なんですけど、はい、クラッチとブレーキ両方踏んでいただいて、はい、ボタンを押すとエンジンかかります。おお。でも離しちゃっていいんですもんね、クラッチもあるもんね、はい、それ左に出さって左だけいただいて、はい、すげえ、これこれ一応アルミ製で、これ下ですよね、はい、おお。うん、足回り結構ゴツゴツしてるそうですね、結構スムーズになってると思います。これでもあれですか、その、まあ、この R モードとか変更できるじゃないですか、はい、それで変わるんですか、足回りのその硬さとか。ちょっと硬くなるって、あ、やっぱ変わるんですね、はい、感覚だと。こんな気持ちいい、ちょっと硬くなったかなっていう。あ、クイックシフトみたいな感じですね、はい、完全にね、スコスコ入りますね。このフォートの私使ってます。そうですね、ちょっと変えてみていいですか、早速、はい、もう R だとやばいですよね。そうですね、これまだまっすぐでいいですか。あ、もう大丈夫です、はい、しばらくまっすぐで、はい、あ、本当ですか、はい、ちょっとね、福山さんがいるんで。そうなんですよね、ちょっと福山さんが、福山さんがちょっとあれですよね、右行ってみますね。ちなみにどこ曲がります？
ここですね。ここ郵便局のとこ行きたいな。あ、わかりました。はい、予約どうですか？今日結構入ってるんですか？そうですね、ちょいちょいですね。昨日とか結構1時間ちぐらいに。あ、どうぞ。そうですね、まあ急にいらっしゃって、はい、はい、ちょっと昨日申し訳なくて、はい、僕のを見るだけで終わってしまった方とか。あ、いるんですね、はい、いや、すごい面白いですね。音もいいですね。いいですね。やっぱ枕は3本出しのとこですね。そうですね、あれかっこいいですね、はい、いいですね。3本出しってやっぱいいなと思います。はい、国産でないですよね。3本出しってあんまり見ないですね。あのね、センター出し。そうですね。で、はい、イメージがないですね。はい、もうこれはもう6速ミッション以外の設定はないんですもんね。そうですね、ないです。パドルとかそういうのはないんですもんね、はい、すごい初心者マークの方が多いですね。多いですね、怖いですね。はい、本出しです、ありがたいです。いや、でも今ホンダ車もすごい快挙ですよね。あの Nボックスすごいですよね、はい、すごいですね、はい、かっこいいなと思って。最近結構街で見るようになりましたけど。本当ですか？結構日本で一番売れた車にならないかなと思いますね。そうですね、でも、広いですしね、中も、はい、装備もいいし。装備すごいいいんですよね。いいですね。店のレベルじゃないなって。うちの妻が本当欲しいって言ってましたね。あと価格の問題だって言ってましたけど。まあ、全般的にやっぱ安全装置がね、どうしても標準でついてくる関係 で、ね、上がってますもんね、底上げという感じでね。一応でもアイドリングストップするんですよ。ああ、そうなんですか。コンフォートとスポーツ。ああ、なるほど。 R だとね、しないと。はい、これ左ですよね。ちょっと行きたいんですけど、基本こういうとこ赤い全部。これもだからタイプ R 専用ってことですか？そうですね、こことかそうですよね、絶対。やっぱ8番と変わってくる。普通のシビックはマニュアルの設定あるんですか？あります。あるんですね。ハッチバックだとマニュアルとオートマ両方設定あるので。CVT もありますね。あ、CVT もあるんですね。うーん、まあでもこれ2000のターボで350馬力ぐらいでしたっけ？大体そうですね。すごいな。これでも450万ぐらいじゃないですか。で、納め大体どんぐらいなんですか？の込み込みというか、あの乗り出しというか。500万超えるかな。あ、超えます。超えると思います。ああ、消費用とか最大限のマットとかもつけて。あ、なるほど、そうですよね。あ、でも乗りやすいなこれ。足がいいので。はい、何もいじるとこないですもんね。あんまりイメージ湧かないですね。はい、下手にね、なんかやるとバランス崩れてしまいそうで。そうですね。はい、あとはそれ、まあ、レベマッチシステムっていう回転数合わせてくれるやつついてる、はい、ああ、そうなんですか。ヒーランドというかいらなくなった。まあ、街の中じゃあんまりやらないと思います。まあ、ブリッピングみたいな感じですかね、はい、要は。タイプ R 乗る人って、はい、どの車からの乗り換えが多いですか？そうですね、乗り換えだと正直あんまり受注がないんですよ。はい、やっぱりでも会社の方が多いですね。ああ、ベンツの方も。あ、ベンツとか BM とかですかね。とかですね。まあ価格帯的にね。そうですね。まあ450万ってなるとやっぱそうなのかな。この前見た方だと、はい、ハスラーの方もいらっしゃいましたね。ハスラー。はい。だいぶ違いますね。びっくりしました。へえ。Nワゴンかなと思って、Nボックスかなと思った。そうですよね、はい。どちらかと言ったら。でも年齢層も結構高いですね。やっぱり30代40代の方がやっぱ多いですね。そうですよね、はい、もっと若い方がいらっしゃってくれると嬉しいんですよね。買えないですよ。そうですね、買えないですよね。一番若い方で19歳の方が1人。え、買われたんですか、タイプ R？ 買わなかったです。買わなかった。これナビゲーションはこれが標準でつく感じですか？これが一応純正のナビをつけてるっていう感じです。あ、これが純正、はい、これ何選べるんですか、いろいろナビの。そのナビは選べますね。3種類ぐらいから選べる。あ、なるほど。じゃあ標準っていうか、そのもともとはついてないんですか？そうです、もともとはついてない。要は格好は空洞になってる感じなんですかね。ナビの装着スペシャルパッケージってものが標準についてる。あ、なるほど。レアカメラがついたり、ETC がついたりっていうのがついてるので、またナビを選んでいただいたらもう大体揃います。で、要はスピーカーとかついてるってことですもん ね。全く何もないと大変ですもんね、結構ね、後で ね、バックカメラとか。これは普通にあれですか、リミッターはかかるんですよね。リミッターですか？はい、180リミッターっていうか。あ、そうですね、かかると思います。はい、そうですよね。
こうも真ん中がフルデジタルってことですか。そうですね、デジタルというか、まあ、液晶というか、はい、だ普通のシビックとかだと違うってことですよね、ここも。そうです、また違いますね。そうですよね。体感していただきたいところは、はい、まあ、レベルマッチシステムとか、はい、回転数勝手にギア下げるときに、はい、合わせてくれるやつとか、あ音とかですかね。じゃあそれ見ましょう。あ、本当だ、はい、もう完全ブリッピングですもんね。これいいですよね、楽しいですからね。そうですね、うん、あとはでも一応外せることもできるので。あ、切ることもできると、はい。面白いですね。楽しいですよね。はい、楽しいですね。試乗車が出してよかったなって思います。すごいですね、でもね、試乗車があるというのは。そうですよね。じゃあこちらから入っていいですか。はい、よろしくお願いします。ちょっとじゃあこちら止めますね。あれですか、モニターの切り替えとかなんですか。そっちはナビですね。あ、これナビができるんですか。あとはクルーズコントロールとか。あ、クルコもあるんですね。はい、マニュアルであるんですね、すごいですね。でもクルーズコントロールは本当にあって楽になるな。まあ、本当だ。じゃあナビ装着スペシャルパッケージっていうのでここで、はい、一緒になるところです、ね。あとはこういうところで。ああ、なんかいろいろできるんですね。設定を変えられるっていうところですね。あ、本当だ、いろいろできるんですね。はい、レベルマッチシステム、ね、はい、あ、さっきのですね。そうですね、オンとか。いや、あれいいですよ。そう、ああいうブリッピング、はい、オートブリッピング結構ね、あのドイツ車はついてますからね。そうですね、はい、とかでどんどん戻っていったりっていう設定はできます。はい、ここはじゃあナビをつけて、あ、はい、ナビの操作もできるけど、はい、こういう操作もできるってことですね。ここのボタンで、はい、あ、こういうのは全部ついてるんですか、最初から。そうですね、ついてますね。装着パッケージも標準なので。ああ、 USB とかね、はい、できるんですね。スピーカーはこれ6スピーカーかなんかなんですかね、はい、こことね、後ろもついてますもんね、この上にも、はい。すごい。8個じゃないですか、多分。はい。ありがとうございました。ないです。はい。